明日試験なのにやばい。 LINE もスルーだしどうしよう。そんなあなたに質問解決 DB。 今回は確率の考え方で区別ありなしをどうするかを説明していきます。サイコロを2個振って合計の目が3になる確率を考えていきましょう。図のように別々のサイコロとして見た場合、出目の組み合わせは36通りあります。この中で合計が2になるのは1、2の時と、2、1の時の2通りになります。この場合は分母が36通り、分子が2になるので確率は約分して18分の1になります。では、区別なしで数えた場合はどうなるでしょうか？区別なしの場合、組み合わせとしては1、2と2、1は同じものになります。また、1、1など同じ数字の場合はもともと1つずつあります。ゾロ目の場合は1から6で合計6通りあります。ゾロ目以外の組み合わせはそれぞれ区別がないので2つずつ同じものができます。よって、合計の組み合わせは赤字の部分をすべて数えていきます。1たす2たす3たす4たす5たす6で合計21通りですね。合計が3になる組み合わせは1通りなので、確率は21分の1になります。なんだろう、嘘つくのやめてもらっていいですか？では、例えば1面だけ2でそれ以外が1のサイコロがあったとします。このサイコロを2つ振ったとき、合計が3になる確率を考えてみましょう。区別なしで考えた場合、合計が3になるのは1、2になるときだけです。区別なしの出目の組み合わせは1、1と1、2と2、2の3通りしかありません。この考え方だと、確率が3分の1になってしまいますよね。しかし、このサイコロの場合、1の数が多いのでほとんどの場合出目が1、1になると体感的にわかりますか？合計3になる確率は3分の1よりはるかに少ないでしょう。Just